おはようございます。今日は京都ですね。今日は京都のお家にいます。先生のお仕事に密着したいと思います。で、今日のお仕事は婦人画報さんの撮影があるので、ちょっと裏側というか先生に密着して取材したいと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、こちらでメイクをしております。担当小池さんにお願いして、はい、覗いてみますか。はい、行きましょう。行きますよ。先生入りますよ。先生入りますよ。お邪魔します。はい、入ります。失礼します。婦人画報のこれ、3年目になるんだけど。そう、本当ありがたい。普通はね、そんな1年だけって画報さんはあるらしいけど、本当にありがたいよね。うん、今日は先生久しぶりの和装ですね。朝早くから。朝早くから。お疲れ様でございます。今日どうですか？着物。え？着物？いや、楽しみよ、帯が。帯がですね。うん。あの例の。そう。やっぱ新しい帯はテンション上がるの？いや、それは上がるでしょう。早く締めたらどうなのかなと。実際巻いてみないとどうっていうのもあるんですか？いや、ある。まあ、間違いないとは思ってるけど、もちろん。だけど、巻いた時の移り具合とかさ、あるじゃん、やっぱり。ちょっとあれ、あそこが旅の兄ちゃんがこれ踏んだから汚れちゃった。あ、本当だ本当だ。かなこの部屋の引き出しのどっかに。ちょっとカメラの方に目線をいただいていいですか？はい、バッチリお顔をね、もう少しずっと、はい、ちょっといいですか？だってここは本当にソフトな柔らかい表情がいいと思います。慣れても、ね、はい、そうですね、はい、ちょっとここはもうより明るく少しちょっとこう叩いて、はい、あ、もう取れましたね。いいね、うん、今日はどうしたら手を、はい、このぐらいの、あ、そうです、ごめん、顔入っちゃった。ありがとうございます。じゃあ一緒に、はい、どうぞ。皆さん、家族で、あ、ごめんなさい。いや、マジで。
ちゃん、みーちゃんこっち。おっちゃんが。ニコニコしてる。はい、ニコニコ。ニコニコ。はい、チーズ。カシャ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 。なんかいっぱいいるね。あ、ユウちゃんも。チューはチュー。チュー。え、そらできんの？すごいなぁ。スタジオありがとうございます。はい、いいじゃないでしょうか。大丈夫ですか？なんか、ゆうちゃんもここに定位置が定位置が来た。あっただ。そうですね、あの、ちょうど横並びぐらいに出てください。はい、いい、一緒ぐらいで。はい、ありがとう。あ、いいね。なんていい家族。本当に素敵じゃない。お口に指が入っちゃったけど。いいね。本当に気になりますね。バイバイ。すごい素敵。じゃあ終わりましたよ。あれ、まだ取り足りないかな。まだ取ってほしいから。怒ってる、怒ってる、怒ってる。そうやな、楽しいな。バーバーの近くがいいもんね。まあまあ、いいですよ、あの、こちら急がないので。目を向けばいい。あ、そうですね、おじっこ入ってます。どんな成人の人であっても、はい、合わせ方があるっていう。あ、そうですね。だからもう別にそのこの成人だからダメとか、うん、まあそれは相性はもちろんあるんですけど、うんうんうん、でもまあだから無理って言ってしまうともかなり狭い中できなきゃいけなくなっちゃうんで、やっぱり悪いって分かったらじゃあどうするっていう、じゃあどう気をつけるっていうことですよね。そこでいいんですよね、だからね。それじゃないとやっぱり社会ででも、そうですよね。家族でも選べないじゃないですか、もうね。社会は別にね、適度な距離を持ってでいいけど、家族はもうどうしてもね、避けれないんでね。ただまあ当然ぶつかり合いとか、それは多いでしょうけど、どんなに相性が悪いとぶつかり合いが多くなりがち、やっぱりそれは多くなりがちでしょうけど、それをじゃあどう回避するか、まあ、どう改善していくかっていうことです。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。